私はね、15歳の時にね、3年生からだったからね、3年ぐらいからね、踊りが好きだったんですけど、なんでその奥さんね、1年ぐらいでしたよね。その時に江口先生に出会ったんですよ。卒業してすぐ東京にいらしたんですね。ええ、ですから私が江口先生が日本へモダンダンスを、昭和9年にね、ドイツから帰ってらして、そして昭和10年にね、名古屋の公会堂で見たんですよ。でそれが私の15歳、江口先生と宮先生のね、ドイツの基調公演ですかね、名古屋の公会堂で初めて見たんですね。1枚の切符を持って、1枚の切符が私を揺り動かしたとでも言うのかな、今まで見たことのないような踊りだったから。そのモダンダンスという言葉は戦後なんですがね、ノイエタンツと言ったんですね。ドイツのノイエですからね。で戦後になってモデルネになった。モデルネとは現代なんですよね。ですからそういうことで、まあそんなことはもう何にも知らないで、ただ私はその踊りを見てすごく感激したわけですね。それで、まあ、学校卒業する時に上京したかったんだけど、まあね、親両親たちはそんなことをわからないし、そういう踊り見たことはないんだし、ただひたすらに狼狽したようですよね。ですけど、まあ、言うことを聞かないもんですから、私がどうしても行きたかったし、またまたま私の兄がね、大学行ってたので、今それでね、まあ、どちら道辛抱できる道じゃないことが分かってるんで、私のようなわがまま者はね。だからその親では、まあ、納得させるためにね、大学へ、ね、入れるつもりだようなつもりだったかどうかわかんないけども、とにかくやっぱり仕送ってね、勉強させてもらわなきゃできないことですから、ですから、まあ親はそういうつもりで出してくれたんだと思いますね。兄の説得も大きかったですね。これはそして江口先生のこの門下になったわけです。でそれは昭和12年卒業式です。江口高谷宮美佐子です。
衣装の切れを交換に歩き始めたわけ。私はその単語の衣装を作ろうと思って、でもみを4単買って、そしてドレスね、見ていただいたと思う単語ね、あの衣装を作ったの私は。